オカブーの必殺入魂。今回紹介するのはご存知の方も多いかもしれませんが、こちらの塩刈峠の漫画版です。私が命の言葉社に入社する前にですね、2011年から2014年の間に連載を、100万人の福音バイブル&ライフでされていた、漫画なんですね。でこれは私が当時高校生の時連載されていたんですけれども、もうまだ全然洗礼を受けたばっかの時に連載をされていた漫画です。で私はこの漫画とともに高校生活を過ごしたと言っても過言ではない。毎週教会に行くたびに100万人の福音を読んで、今月はどんな話だったかなと読んで過ごしたという思い出のある漫画になってます。この塩刈峠という作品のストーリーを皆さん結構ご存知かもしれないですが、簡単に説明をさせていただくと、当時明治時代の話なんですが、この長野信夫さん、この青年が主人公で、この青年のまあ半生といいますかね、まあ、生まれ育ったところから大人になり、そしてやがて鉄道事故で塩刈峠という場所で自分の命を犠牲にして亡くなるところまでの話になっています。三浦綾子さんの小説が原作になっているんですが、まあ、今三浦綾子さんの生誕100年の本当に記念の年になっているんですね。この漫画のすごいところはですね、三浦綾子さんの夫の三浦光代さんが監修をされている、本当にその原作に近い忠実に再現されている漫画になってます。この塩刈峠という小説はですね、実は実話が元になってまして、当時明治の末ですね、本当にこの塩刈峠で鉄道事故が起きたんですけども、その事故をですね、長野正雄さんという男性、実在の男性の方が自分の命をですね、犠牲にして、鉄道が、まあ、線路から外れてしまって暴走してしまう、自分の身を犠牲にして、その自分を身の体を持って鉄道を止める、その実話をもとにこの小説が書かれまして、そして漫画になったものになってます。説明が下手ですね私自身もですね、この塩刈峠という作品を知ったのは漫画の連載が最初だったんですけれども、その連載を読んでいく中で、私原作読んでみたいなと高校生の時に思いまして、本屋さんに行って文庫版のですね、塩刈峠を買いまして、で、まあ、開いてみると結構読みづらいと言いますか、現代を生きる私にとっては結構こう古文を読んでいるかのような感覚で、なかなか読みづらいところがあったんですけれども、まあ、この漫画でストーリーを知ってるっていうこともあったのと、高校生ですから古文もね練習していて勉強していて分かるようになってきたっていうところもあって、頑張って読み進めていきました。でその読み進めていくうちに本当にそのストーリーに感動しまして、もうボロボロ涙をね流したのを覚えてるんですけども、もう感動しすぎてですね、その年の夏の読書感想文の課題ですね、宿題はこれ塩刈峠で宿題を書いて提出したぐらいの感動した作品になってます。私のですね、当時の書いた感想文を読みたいという方はですね、まあ、いらっしゃらないかもしれないんですけれども、こちらでぜひ見ていただければと思います。担任の先生にすごく驚かれましたちょっとまあ小説あんまり普段読まないんだという方でもですね、もう漫画でしたら気軽に読んでいただけるかと思いますので、ぜひこちらを読んでみてください。分電チャンネルでは楽しい企画が盛りだくさん、決定特典やプレゼント企画をはじめ、新婚生活に役立つ情報が続々、笑いあり、喜びあり、賛否あり、さらにはキッズ向けの企画が充実、新婚生活を楽しめる企画がいっぱいの分電チャンネル、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。詳しくは概要欄をチェック。約束の未来。